ね、どうも亀梨和也チャンネル亀チャンネルです、今日はあのコストコのサーモンを使って、まあ、何品も作ってみようと。コストコはねしょっちゅう行ってる時期もあったんですけど、最近なかなかやっぱ行けてないんですが、今日はサーモンゲットしてきましたから行きますよ。でねーん、ドン、すごいっすよ。サーモンってさ、子供の頃出てこなかったじゃない食卓。鮭は出てきたよ。大人になって、それこそ先輩のバッグとかでツアーついて、でホテルとか行ってサーモンをね初めて食べたんだよ。生で食べれんの、今で言ったら当たり前だもんね。子供とかも好きだよねサーモン。こんな何グラムあんのこれ。1キロオーバーです。すごい。じゃあ早速作っていきましょう。なんか結構自分のレシピもそうなんだけれど、何個か作るものを候補を挙げてきてるので、それをちょっと見ながら今回はお料理したいなと。さあまずですね、サーモン麺っていうのをちょっと見たんですよ。やっていくよ。サーモン麺はねこのでかいまんまいかなきゃいけないんで、うえー、こういった方がいいね。すごい立派よ。おいしそう。いくよいくよ難しそう。いくよ。これをだからどんどんやっていくってことだよね。こんなんさ、子供とかめちゃくちゃ喜ぶだろうね、このサーモン。あ、いい感じじゃない。コストコってでもしかしさ、ほんとテンション上がるよね。いろいろ買っちゃうよね。あれ買ったよ、温水プールすごいのよ、プールで温水にできるんですよ。温水プールも買ったし、あと結構日用品をねいっぺんに買ったりもするし。サーモン麺初めて食べるな。サーモンもこんな麺にされると思わないだろうね。まあ、あと俺の最近の近況で言ったら、会社のライブ京セラドームで出演させてもらいましたね。結構なんか久しぶりに後輩とかもみんな会って喋って、で結構見てくれてんのよ。ありがとう。そう、あれ見ましたよとか、出たいですとかって。またジョーもジョーが呪術なきいつですか、僕グローブとか持ってきてたよ、京セラなんでっつって。いろんな子たちがいるよね本当に。レンとかもなんか見てますよって言ってくれたり。でもああやって一堂に集まってなかなかない機会ですから、貴重なね時間でしたよ。松本くんともあの日が、まあ、個人でいうと会社ね最後の日だったんで、ちゃんとご挨拶もさせてもらいましたし、今度ご飯行こうなんて話もね連絡もさせてもらいましたし、いい感じじゃない。すごい油乗ってるよ。よし、じゃらん。おーおー、一品目完成。これ食べづらいな絶対。こういった方がいいんか。でも見た目があっちの方が可愛かった。によよ、ダーン、ドン。一品目、そうめん麺。そうめん麺。サーモン麺。そうめん麺じゃない。なんか言ってて語呂はあれだなと思ったんですよ今。サーモン麺。あるよねこういうところ。さあこれちょっと冷蔵庫入れていきますね。後で楽しみに。さあ続いて2品目、麻薬サーモン作っていきます。次もね結構ね同じような感じだね。細切りにするんで、またサーモン麺みたいに細切りにしていきます。なんかすごいこんなサイズをやっぱさばくって気持ちいいね。あと俺はもうほんと近況で言うと、ずっと今ドラマの撮影が入ってて、もうそれだね、それに尽きるね。関西弁なんですよ日々。だから先生のテープを聞きながら生活したり。でもさ本当になんか最近ありがたいのが、ワウワウさんでやった「正体」っていう作品とかも今ネットフリックスとかサブスク、そういうもので見れるようになって、なんかネフリも1位取って、で「怪物の木こり」映画もずっと1位なんだよね。すげえ嬉しい。頑張ったものが。猫ちゃんがいるんです今日。今
お手洗い中です。めちゃくちゃ可愛いのよ、ふわふわで。そうだから結構いろんな人にね、ドラマ見てますよとか映画見ましたってこう公開とか、まあ、そのタイムリーなものではないんだけど、こう時間差でね今こう楽しんでもらえてるっていうのはすごい時代だなって、ありがたい。結構だから最近で言うとその作品見てますとか YouTube 見てますもやっぱすごい言ってもらえるので、した準備完了ということでタレ漬けにしていきます。あっという間にでもなくなってっちゃう。本当にサーモン1キロだよ、これ全部食べたら1キロ太るってことですよ、サーモンで。すごくない？自分の体にサーモン全部さすがに食べれないけれど、はい、ここに焼肉のタレ。焼肉のタレとかってうまいよね。とこれにですね、ニンニクと生姜ちょっと吸っていきます。これもお好みだよね。やっぱスーパー行くと買うよね、ニンニク生姜は。我が家にはありますね、ニンニク生姜とニンニクを吸っていきます。あーいい香り。もうニンニクと生姜ってもう世界を救うね、本当に。一気に食欲がこの香りで湧いてくるもん。どれぐらいだろうな、半かけぐらいいく？生姜もとりあえず一つまみぐらいで、ちょっとあえていきます。もうこの時点で絶対美味しいもん。ちょっと一個つまみ食い、ニンニクと生姜のね。おいしい。もっと入れてもいいかも。今危ない、この間ヒカキンさんにラーメンもらったくだりでずっとゴギってやってたからやりそうになったあれ見たんですよ、あの後ね。俺こっちでやってたよ、多分こっちだったの、逆だった気がします、すいません。でこれにごま油を入れていきます。もう目分量なんであれなんですけど、お好みで。間違いない、おいしい。でこれを30分ほど漬け込みます。じゃあいってらっしゃい。さあ続いて3品目に作っていきたいと思うんですけど、まずサーモン、お魚屋さんになった気分で、ここに塩コショウを振っていきます。塩コショウ。今日俺ちょっとトーク調子悪いね今日静かだな。なんかさ、多分あれなんだと思う、いつも料理するときって自分の作ってるレシピじゃない、だから多分喋りながらやれるんだけど、今日初めて作る料理ばっかりだから、多分ちょっと口数が少ないのかもしれないですね。よし、これで小麦粉大さじ1を表面にまぶしていきます。こんな感じ。表面にまぶすって表面だけ？裏はないってことか。どっちも表面になるもんね、こうやったらね。まぶしていきます。なんか焼くときとかにさ、こうやって片栗粉とか使い出したら本当料理人、料理やってる人っぽいよね。おっ、ちょっと待ってください。はいはい、あと、あ、じゃあ外出てもらうわ。はい。いや今日実はですね、たまたま連絡来てて、今日サーモンめちゃくちゃ作るんだよねって言って、食べに来てくれるスペシャルゲストが今到着したんですけど、この回は一生懸命僕作りますのでお楽しみに。今ちょっと迎えに行ってもらいます。でこっちで玉ねぎ、玉ねぎは薄くスライスします。はい、玉ねぎ TV Everyday。薄くスライス、とりあえず半分、これでいこう。よいしょ。ありがとうございます。ちょっとまだ撮ってるんで、次回のスペゲスさんですから。あ、じゃあ喋っちゃいけないじゃないですか。声でバレちゃうから、声バレするから。やばい声バレするから、今これ声加工させてもらうから。はい、いや自分でやなくていいのよ。ありがとうございます。元気？元気です。来ちゃったね。来ちゃいましたどうぞくつろいで。はい、俺んちじゃないけど。
そう、たくさんあるから食べるって言ったら、サーモン好きですって言って来ることになって、顔にモザイクかけるからけど、この回も出ちゃう、ちょっと声だけにしとく。今ちょっとマイクつけてるんで自分でやらなくていいのよ。あ自分で加工しなくていいんだって。そう、なんかこのスペゲスさんが最近全然呼んでくんないじゃないですかと、クレームが来たんですよこの間で。なんか呪術つなぎじゃないのに後輩とかも出始めてるじゃないですか。まあジョーはね、あれ感謝の会だったからしょうがないんだけど、やってますねみたいな、ちょっと説教食らったんですよ。よし、これしめじ。ちょっと今日俺なんかトーク不調なんだよね。え、なんか多分初めて作る料理だから、はい、今何作ってるんですか。ちなみにコストコのサーモンで1キロ。1キロ、ちょっと待ってね、今作っちゃうから。はい、あ、レシピ見てるんですね。そう、こんなに喋っちゃっていいんですか。でもずっとこう加工されてるから。え、高いのよギャラ出ちゃうと。いやでも良かったです、さまざま。すごいね。はい、忙しくないの今。今若干落ち着いてますね。ほんと。はい、ほうれん草、ほうれん草切ってますよ。ほうれん草、ほうれん草切って。結構作るんですか。だって1キロ分だもん。あ、1キロ丸ごと料理してるんですか。1キロ全部料理するの。え、すごいっしょ。なんでそんなドヤってるんですか。え、でもサーモンとほうれん草ってなんかあんま聞いたことないですけどね。まあ見ててくださいよ。すごいっすね、これなんていうんですか。アイランドキッチンみたいなことなんですか。そう、これが俗に言うアイランドキッチンですよ。ギターも弾くんすね。そうなのよ、オレンジじゃないけどね。お名前は何ですか。茶碗蒸し。茶碗蒸し、茶碗蒸し、茶碗蒸しです。茶碗蒸し、猫ちゃんの名前は。え、そんなリアクションしないでもらっていいですか。茶碗蒸し。いやいや、もう素敵な名前ですけど、もうちょっとあったかなと思っていいじゃん。由来は何なんですか、茶碗蒸しの。ちなみに僕が茶碗蒸しめっちゃ好きなので、茶碗蒸し。すごいね、いいね、茶碗蒸し。めちゃくちゃ可愛いのよ。確かに、ずっと近くにいてくれますね。すごい綺麗じゃない。はい、茶碗蒸し。お、茶碗蒸し。あ、でも分かるんだ、自分のこと。バターをやっていきます。直塗りタイプだ。直塗りタイプだ。直塗りタイプ、普通切りますけどね。直なんですね。いや、俺も昔は切ってたのよ。はい、今直だね。やっぱタイミングによって変わってくるものなんですね。今は直でやらせてもらってます。やらせてもらってます。炎がもうパッてしまえるんで。確かに、冷蔵庫に入れちゃえば固まってくるんで。です、確かに、そうですね。最近直で、最近直でやらせてもらってます。直か。で、バター入れてここに玉ねぎ。あ、玉ねぎ。はい、玉ねぎとサーモンとほうれん草、なんだ。 M 君は最近何してるの。いえ、ドラマ終わってさ。そこまで隠すんですか。まだ名前はダメ。名前言うとギャラ発生しちゃうから。いやいや、一本量が。なんでずっと立ってんの。いやいや、それはもうお兄さん立ってるんで。いや、俺は料理してるからいいのよ、そこは。そこの律儀いいのよ。で、これが透明になるまで炒めていきます。あ、いい香り。あ、間違えた。え、最初に鮭焼くんだった。それサーモンって言ってください。サーモンって言ってください。なんつった。鮭って今日はサーモンの料理ですから焼きます。火が通ったらお皿に戻す。で、この小麦粉もちょっと使いたいんだよね。エム君最近はもう舞台も、あ、見に来てくださって。 ありがとうございます。楽しかった、よかったよ。京本さん一緒だったじゃん。あ、そうですね。たまたま、はい、京本雅樹さん、タイガーのお父さん。はい、最終日だったのにさ、終演後さ、はい、エム君の楽屋にさ行こうよっつってさ、いや、もう疲れてると思うんで僕帰りますよって。本人も気遣っちゃうと思うんで、めちゃくちゃ4,50 分ぐらい喋ってましたね。舞台で共演されてたのね。はい、あの、もともと仲良しということで。そうなんですよ。それが千秋楽で、ね、終わった後1週間ぐらいずっと連絡取り合ってました。なんて連絡来たの。ここが良かったとか言ってくださって、うん、すごいね。俺それで言ってさ、だって一箇所だけあったわ俺も。え、それ良かった点ですか、悪かった点ですか。あ、全部良かったよ、はい、良かったんだけど、あの、ソロのパートで、はい、ソロ曲ネクタイガーってやってたじゃん。はい、ネクタイガーってやって取っちゃえばいいのと。いや、あのネクタイなんですけど、うん、我々独特なあの付け方あるじゃないですか。マジテタイプ。はい、そこよ、あれになっちゃってたんですよ。いやいや、だからそこがちょっとまだこう M 君の浅はかだったなって。 M 君の、はい、M 君の前に一回伊達って言ってますからね。言った。僕スルーしてましたけど。言った、はい、いつ。伊達あそこだよ。ソロ曲
だてって言いましたけど、いや M 君のね、いやまだ M に戻すんですね。熱い熱い熱い。いやだから千秋楽にいらっしゃるもん、あいやありましたね。いい火加減ですか。はい。緊張しますよね、やっぱ千秋楽に。でもよかった。いやありがとうございます。全員 でやってた時のさ、はい、あれも見に行かせてもらって、はい、しかもそれも千秋楽だったんですよ。ごめんな、わざと千秋楽狙ってるわけじゃないんだよ、ギリギリでいつも生きてたいからさ。ああ状態いいね今日。いやだって喋らないって言うから喋ってるんですよ。ありがとう。最近はその舞台終わって、はい、グループでのお仕事が多いですね。とかあの We Are のライブもありましたし。そうだね、はい、楽屋にいたの結構。楽屋にいましたね。でもなんかリハーサルしたりとか、うんうん、ご飯食べてました結構。なんかケータリングね。そうだよね、たこ焼きが。なんか YouTube も回したらみたいなこともあったんだけど、はい、でもなんかなと思って。みんなの大部屋でメイクとかさ、あれすごかったっすよね。鏡と鏡がこう合わさってて、こう座ると先輩方が後ろに見えるっていうさあ、ここに火が入ったら小麦粉をパラパラパッと振っていきます。さっきのやつ、余ったやつですね。これで全部大さじ1杯分で小麦粉を混ぜて、いい香りですね。M 君ってプライベート何してんの。プライベートですか。ゴルフ行ってる。行ってないですね。ゴルフだって浩二とさ、はい、浜ちゃんがチャンネル始めました ね出てくださいよっつって、はい、出るんですか。でもアベレージで80出せるようになったら。あえ亀梨君がですか。そう道のりは長い。ちょっと恥ずかしいじゃん。いや今見られますからね。そうなんだよ、牛乳を200。世界にゴルフしてる姿見られるって。世界にサーモン界なのに鮭とか全部見られるんだあえて言おうか言わないか迷ったんですけど言いました。やっぱ鮭で育ってるから、はい、こっちサーモンなんて知ったの、ね、本当大人になってからだから。日本人ですね。そう鮭じゃん。で鮭を生で食べるって発想がなかったから。いやそうですよね。借りて鍛えているんですね。意識高い系男子。意識高いな。この部屋がもうさ意識高いもん、ね、いや意識高いっすよね。今度ダテンチで YouTube 撮っていい。いや無理です。あちょっと M… いや無理ですとも言っちゃいましたし無理ですって。 M 君ちで撮っていい。いや言い直さなくていいじゃないですか。もう牛乳200。何作ってんだろう。結構入るね。でプライベートは何してんの。あでも旅行行ったりします。いいね。はい、この前も韓国行きました。あそう、はい、いいじゃん。初めて行ったんですよ。あ、マジで。はい、いやいいですね。楽しかった。はい、ご飯とかも近いよね。2時間ですよ。行き慣れてくると韓国って本当海外じゃないぐらいの。だって我々ずっと京都行ってたじゃないですか。近さな感じ、うん、変わんないもん。京都ぐらいですもんね。そうそう、いやそれはみんな行きたくなるわと思いました。でなんかちょっと違う文化もね、はい、楽しみつつ。一回これでもうあれじゃない、食べるとき何も話すことなくなる。ありますよ、いくらでも話したいことは。もうここから多分尺的にも多分のでも全然いいよね。まさかの長尺回になるさあもう藤原丈一郎の45分越しましょうよ長い。コストコのサーモンで40何分長くない、はい、いける。いや我々だったら俺の力量じゃちょっと長くない。コストコはすごいけどさ、はい、いや藤原丈一郎も喋りますからね。これもう少し多分小麦粉入れた方がいいってことかも。さっきのやつちゃんと大さじ1杯こっちに必要だったってことだね。ダマになっちゃう。ちょっとじゃあどう。どうしました。不調でしょうね今日。いやでも料理してますから。でもいつもなんか喋ってんだよ。何喋ってんだろいつも。あじゃあ M 君の、はい、どう、スーパーに行ったら絶対買っちゃうもの。あいいじゃないですか。僕地味にシラスとか買います。シラス、はい、もずく酢とか。おついつい手に取りますね。なんで体荒れしてんの今。いやいやいや、そういうわけじゃなく単純に好きです。でちょっと煮詰まってとろみがついてきたらここでコンソメ。聞いてました。好きなんだよね、はい、俺そういうとこあるよね特に M 君といるとき結構あるわ。いやそうですよね。ごめん、はい、全部キャッチする。でも聞いてはいる。聞いてはいる。聞いてくれてるんですもんね。はい、どんな料理。でもしらすご飯かけるときもありますし、うん、なんかもずくとかは食べる前に、ご飯食べる前にいいっていうよね。はい、削りながら入れるタイプだ。細かいあれができるじゃん。確かに調整が。てかそんな削り器家にあるんだ。意識高いけど。意識高いな
チーズのやつだろうね。そうですね。え、コンソメ行くのかって思われてる可能性もありますよ。普段チーズ削ってるけど、あ、コンソメ行くのかってカメラの奥で。状態いいね。はい。で、喋んないと。M くん。喋んないから。ありがとうございますね。はい。さあ、ここら辺でちょっと味見をね。お。美味しい。ここに戻してもらってください。うまいね。隠れるのもうまい。でもたまにでかいですけどね。いやいやいや、ジャシャシャシャってなってるから。次回ですから。すぐ次回。少々お待ちを。はい。もうちょいで、あとで一緒に食べれるから。よかった。で、ここにサーモンを。え？戻します。あ、タビーン。はい、これでソースの完成です。ソースだったか。あ、テスト。ソースだったか。今ちなみに何品作ったんですか？これで3品目。おお。全部いっちゃうか。だね。これ葉っぱもう半分切れることか。お前か。よし、完成です。ということで、一応完成まで、ダン。これを次回いただきます。それでは皆さん、チャンネル登録、高評価、コメント、あと何お願いします。お願いします。